ございます。ソフィーです。今日は3月末にソフィーバレエスタジオのプリンセスクラスのテストをするんですね。その時の内容をやってもらいたいと思います。ではお願いします。プリエです。頑張ってください。伸ばしきってね。前かがみにならないでね。みんなが同じ音で第4ポジション。この時にね、左のお膝もちゃんと開きます。左、わかるかな？軸足ですね。軸足も胴足も同じように開きます。4番のプリエがね、きちんとできるっていうことが、ピルエットのプレパラシオにつながるからなんですね。死んでるように動かさないで、必ず指先まで意識を持っててね。はい、皆さんで呼吸を合わせて、いい感じでできてますよ。どんどん行きましょうね。第1ポジションのバットマンタンジュ、大事なんですよ。小指側がつくとね、アンディオールがしやすくなります。はい、では次、第5ポジションですね。第5ポジションからのバトマンタンジュ、膝ってね、曲がりやすいんですけれど、曲げないでしっかり出す時も戻る時もお膝曲げません。プールルピエでね、さっき言った小指側がつく感覚を持ち合わせててください。小指側ちゃんとつく。そうです、そうです。今意識できた人、よかったですよ。どんどん行きましょうね。間違えないでください。次はジュデですからね。順番も分かっててください。ピケのタイミングが皆様が同じように取らないとね。この時もね、小指側を意識するとアンディオールしやすくなります。かかとが見えないように頑張ってください。アンディオールしますよ。股関節、膝関節、足首関節から開きます。お膝曲げないで。はい、では次行きましょう。
なんでジャンル？タールテールでした。ごめんなさい、音ごめんなさい、これは先生のミスです、ごめんなさい。そう、ここでね、大切なことなんですけど、我がノアでは止まらないで、初級の時には止まらないっていうことが大切になります。おしまいにします。いい感じです。では次、パトマンフォンジュですね。パトマンフォンジュはとろけるという意味があります。この時ね、軸足がね、かかと引けないようにするんですよ。アテールですね。後ろのつま先しっかり伸ばしてます。ここキープしてます。綺麗な足、綺麗な足、綺麗な足。後ろ、この時かかとの後ろに足を出すことが大事です。つま先ほんと伸びてますか？真後ろです、真後ろです。何人かの人ちょっと真後ろじゃないですよ。2本目のバーの人たち、つま先伸ばして。2本目のバーの人たち、つま先聞こえてる？はい、5番になって皆様が同じタイミングでおしまいにいたしましょう。ちょっと先生お休みしてました。バトマンフラップいきます。プレパラションが10手の要領で出します。フラップは叩きます。前の時もね、釜足にならないように頑張ります。釜足っていうのは昔あった、昔じゃないですね、今もありますね。釜、死神が持ってる釜です。左足かかと前、軸足かかと前。そう、ちょっと止めますね。皆さん、さっき先生が、ね、ごめんなさい、昔あった農機具とか言っちゃったんですけど、昔じゃないですね、今も。釜って見たことある人、釜、あるんですか？使ったことあるの？あるんですか？先生使ったことないんですけど、どんな時に釜使ったんですか？移動教室の農作業体験の時。おお、移動教室で。じゃあ、みんなもそんな感じ？他の方は？他の方はどんな感じ？使ったことない。使ったことある人。どんな時に使ったの？言える？草むしりの時に使いました。家にあんの？先生ごめんなさい、実は使ったことないですね。使ったことないんですけど、まあ、釜の形がどんな風になってるかはもう分かりますよね。じゃあ、ね、こうなってますね。
こうなってますね。だからそういう風な足を使ってはいけないんです。これね、かま足と言います。で、かま足に関してはね、これね、全世界共通なようです。英語でもね、かま足ってあるんです。で、これはまたちょっと後ほどね紹介したいと思います。ではアダージョ行きます。デブロッペです。デブロッペ、発展するという意味ですね。内ももから伸ばして、はい、90度の高さで大丈夫なので、ルルベラン見せてくださいね。しっかりつま先伸ばします。目指すは90度ですよ。そう、バーに倒れないでくださいね。バーに倒れないでくださいね。軸には乗りますけど、バーには倒れません。はい、お膝曲げないね。ドゥミロン、ルルベランからドゥミロン、おしまいです。はい、では次ですね、ロンドゥジャンブアンレール。アンレールっていうのはね、アンエアーですね、空中でという意味があります。蹴らないで、もう伸ばしきるだけです。プレパラシオンが非常に難しいんですね。お背中立ててね。ふくらはぎの太いところを通過しますよ。つま先伸びてない人いますよ。つま先伸ばしてね。はい、いいです。次行きます。次はプチバトマンです。後ろのシュルルクルピエ、前のシュルルクルピエ、ちゃんと足を働かせます。プチっていうのはね、ちっちゃいという意味です。しっかり足を働かせてね。ちょっと開ける、ちょっと開ける。ロシアの先生がプレアトブリッジって言ってたんですね。条件付きのシュルルクルピエからルティレです。膝のくぼみのところに足をつけます。はい、軸足がね、かかと前でできるともっと良くなるのと、お尻振って5番にしないでください。グランバトマンジュでいきましょう。バーの一番最後になります。出すとき戻すとき、お膝曲げないように努力します。肩は下げてね。第2アラベスクは肩の前に手を置きます。手を1番から丁寧に開く。しっかりお膝閉じてるよ。おしまいです。5番にね、立ってる時に足締めてます。お尻もしっかり締めててください。はい、よくできました。あ、動き始めちゃった人いましたけどね。おはようございます、ソフィーです。今日はソフィーの子供たちに3月末のテストの